あれはアメリカ人観光客なんでしょうかね。うん。ありがとうございますってね、言ってくれてさ。うん。私よく京都方面ね、よく行くんですけれども。うん。それでね、海外からね、来てる方たち、よく見てるんですけどもね。あれ、インバウンドっていうんですか。ね。海外の観光客ね。うん、ガラガラがね、ガラガラ引っかかってね、電車の降り口のところ、こう引っ張って歩くやつあるじゃないですか。ガラガラガラ、そうね、カートね。うわ、重てって思ったんだけども、引っかかったのを手伝って、電車にね、ほいっとこう乗せてあげたのね。しかしね、ほんと体力あるね。あんな重いの引っ張ってさ、あれ、70歳ぐらいの白人のね、まあ女の人でしたけれども、うん、まあ家族連れでね、ね、ありがとうございます、つって、おおきに、つってさ、おおきにってさ、関西弁覚えましたかってね。この日本語をね、この覚えてくる外国人の方ね、まあ、覚えようとする方ね、だいぶ昔に比べてね、増えましたからね。うん。昔はね、今ほどじゃなかったです。ね。今はほら、繰り返し日本に来るリピーターはものすごく多くなってますから、前もね、言いましたけども、これ、日本にこうしてね、何回も来るっていうのは、心の旅だって。よく、この外国の方がね、まあ言ってますけども、心が洗われるって。ね。初めて来たのに、ほっとする。前も言いましたけども、心のどこかで彼らはね、日本に救いを求めてる。無意識に救いを求めて日本に、日本に来てるんだと。ね。アマテラス大神は、ね、アマテラスはそのように告げておりますけれども、私もそういう気がしています。はい。お帰りなさい。案内人の池田方向です。ようやくね、この暑さも峠を越しまして、と言ってたらね、今日はまた暑いんですが、これがね、小さい秋ってね、小さい秋はどこ行ったんだって、ほんとね。いや、ほんとね、笑い事じゃなくってさ、ほんとね。いや、小さい秋っていうのは、前触れですよ。前兆のこと。季節がね、この季節が変わる前兆なんですね。まあ、そういうのを見ない、気にしないっていう人にとっては、なんだ、ちょっと涼しくなっただけじゃないかってね。小さい秋ってなんだっていう話なんですが、これはね、時代にも前兆っていうのがあって、気づく人は気づくんです。これは変化の前兆だ。何かあるぞ。なくしたもの。自分の国にはないもの。なかったもの。それをですね、彼らは日本に来て、見つけた、知った、ね、感動した。なぜだろう。この国には自然な心がある。宗教や人種の対立っていうのが感じられなくって、ね、どこに行っても神社やお寺があって、奈良には鹿さんがいてね、
人間より偉そうにしてる私はね、この無意識に日本に来る人たちが無意識に心の理想郷みたいなものを感じてるんじゃないかと思うんです。魂の理想郷です。そりゃあね、日本人だって難がないとは言いませんよ、言えません。でも少なくとも私たちにはね、神様の名前で神の名を語ってね、テロをしたり戦争をしたり、そういうのはね、意味がわからない。ね。なんであなたたちはそういう戦争してんの？テロしてんの？って。まあそりゃね、やっている人たちには言い分っていうのはあるんでしょうけどね。でも変だよね。まあですからね、私は昔からね、前々から昔から言ってますけれども、日本の神様のありようっていうのが世界を救うって言ってます。これね、日本の神様を信じろとか神道が最高だとかそういうんじゃなくって、日本人のこの心のありようですよ。日本人の神様とのつながり方ですね。どんな神様も大切に敬う。だからどんな神様も喜んできてくれる。どんな神様ともつながることができる。日本の神様、世界の神様、宇宙から来た神様、あらゆるすべての神様、神羅万象の精霊たち、八百万の神様たち、感謝する。ご先祖様に感謝する。感謝し敬う。すべての神様に感謝し敬う。神様のね、理想郷なんですよ、この国は。この国はっていうか、私たちですね。私たちは。そういう本来の神様に向き合うべき姿が日本には残ってる。私たちはそれを受け継いでいる。そこにね、彼らはね、無意識に神々しいものを感じて、無意識に助けを求めてるんじゃないか。私のね、勝手な意見ですよ。そうじゃないかもね。ただ美味しいものを食べに来てるだけかもしんない。でもね、変わってきているのだけはこれは確かなんです。憧れを持って日本に来ているのはわかりますし、やはりね、魂の救いっていうものを求めているような気はします。今ね、時代はどんどんね、厳しくなってますからね。このまま安穏と時代が進んでいくなんてね、進むなんて思っている人はまあいないんじゃないでしょうかね。のんきなのはね、永田町の政治家ぐらいかもしれない。まあそれは冗談ですけども。いやいや、冗談じゃないかもですけどもね。私たちが世界に伝えられるものがあるとすれば、魂の救いを伝えられるとすれば、それはね、やらなければいけないことかもしれない。まあ、その一つがこれから皆さんと一緒にあなたと一緒にさせていただきます、この称名です。初めての方、ご存じない方はね、
この以前の動画ですとか見ていただきたいんですけれども、皆さんには大事にされている神様がいらっしゃると思います。お参りになっている神様、仏様、守り神、日本の神様に限らず世界の神様、地球に限らず遥か遥か遠い遠い銀河の遠い星々の神様まで、皆さんからお寄せいただいた神様のお名前をですね、分け隔てすることなく等しくお名前を読み上げさせていただく、それを称名の儀といたしまして、感謝の念、祈りの念を込めまして捧げていきます。この称名を下ろしてくださった天照大神によりますと、世界広し宇宙広しといえども、このようにあらゆる神仏万神に祈るのはここにいる皆さんだけなんだそうです。毎回この何千何万人の方々がね、参加してくださるようになっております。この称名の儀によって神様はより私たちの身近になります。あなたのさらに身近となって、いろいろとこれまでと違ったようなことが起こるようになります。誰かを救いたいという思いが徳となって我が身に帰る、あなたに帰ってくる、それが大事な称名です。それではあなたをお守りくださっている神様のお名前を唱えまして、感謝の念、祈りの心を捧げます。私、案内人池田方向からは見えない力を送らせていただきます。あなたの利き手はこの世とつながるこの世の手、利き手と反対側のその手はこれからお唱えします神霊神仏たちのいる世界とつながります。利き手と反対側の手のひらをこちらの画面に向かってかざしてください。初心神仏、あらゆる神霊と近しく、ご利益を受け取り、守護霊、守護のご先祖様とさらに親しみ、その大事なご加護をしっかりお受け取りできますように、尊い神々の称名を奉ります。
馬頭観音菩薩、聖母観音菩薩、十一面観音菩薩、千手観音菩薩、如意輪観音菩薩、白衣観音菩薩、国蔵菩薩、不動明王、愛憎明王、すさま明王、苦尺明王、吉祥天皇后大師空海、親鸞聖人、日蓮聖人、逍遥大師道元、九頭竜、白竜、金竜、銀竜、黒竜、青竜、紫竜、八大竜王、黄竜、岩竜、黄金竜、神雲竜、地竜、石竜、大黒天、恵比寿、毘沙門天、弁財天、次郎神、布袋福六十、厳島弁財天、菅原の道真、住吉大社の神々、八坂神社の神々、豊川稲荷の神々、五頭天の王子神社の神々、エホバの神、イエス・キリスト、大天使ミカエル、大天使ラファエル、大天使ウリエル、アフロディーテ、ミューズ、細川ガラシャ、イグサ八幡宮の神々、神明神社の神々、篠崎八幡の神々、龍田神、春日大明神、御霊神社の神々、若八幡宮の神、荏原神社の神々、江ノ島神社の神々、小阿弥神社の神々、三葉の目の神、つくも天満宮の神々、ことがま八幡宮の神々、津海道天満宮の神々、藤原時平神社の神々、鴨分け、イカ土の御子と、諸天宗寿光明、仁王山本大御神、須の神、箱根の大神、国の男たちの大神、雨の男たちの大神、四聖先天老僧、霧島の大神、平木きの大神、若宮の大神、大物主の狼、メタトロン大天使、三宝光神、蔵王権現、三面大黒天、二人の御事、天の爪の御事、目の田地から尾の御事、つくよみの御事、香取神社の神々、仏主の御事、木下土根水、筆口、星の狼、緑ヶ丘出雲神社の神々、菅原道真、大都市明屋の御子と、大花むちの御子と、大宮のめの御子と、クリシュナの神、大山クイの神、竹三日月の神、阿蘇神社の神々、神武天の、氷炭山稲荷神社の神々、津原神社の神々、聖神社の神々、北口本宮、富士浅間神社の神々、比叡神社の神々、女神鳩を彫る、女神が邸内、ガイア月の女神ルミーナ、岩木山神社の神々、ハワイ島の女神ペレ、串三軒の大神、寒川彦の御子と、寒川姫の御子と、国殺地の御子と、飛行法で御の御子と、飛行渚竹小屋、吹屋絵図の御子と、神運な川耳の御子と、地球神霊の寺、浮かの御たむの大神、遊びの大神、星神、天津神、国津神、重い金の神、西の春大明神、神粕屋神社の神々、金の八幡宮の神々、日比田神社の神々、ゴロゴロ大師、丸山不動明王、最上稲荷の神々、平石神社の神々、峰忠の大神、大室神社の神々、恩寺神社の神々、平安神宮の神々、芝の神、ブラフマーの神、ビシュの神、アシュタール、アラーの神、無双うどし観音霊場の観音菩薩天女平の政子ぞ。藤稲荷神社の神々、合計八幡神社の神々、
朝日八幡神社の神々、厳島神社の神々、一条神社の神々、高円大菩薩、五社神社の神々、森戸神社の神々、三狩神社の神々、琴崎八幡宮の神々、鈴鹿神社の神々、座間神社の神々、鴨地神社の神々、八つ御数を水根の御事、水根の御事の神々、伊佐庭神社の神々、松山神社の神々、椿神社の神々、篠宮神社の神々、遊宮神社の神々、伊手神社の神々、宮内神社の神々、雨土の狼、白銀の天神楼、八幡宮神社の神々、小隠れ神社の神々、北海道神宮の神々、雨土の狼、恥神神社、沖縄宇多木の神々、天王神社の神、大神神社の神々、一宮貫崎神社の神々、早秋津姫の神、串灘姫、高津姫神社の神々、天津三日星、出雲大神宮の神々、吉備津神社の神、的部山神社の神々、高岡神社の神々、中谷神社の神々、空平稲荷大明神、向こう神社の神々、こんぴら宮の神々、磯の神、仏の御霊の神、轟不動尊、轟渓谷の神々、厳島弁財天、厳島神社の神々、若昼目の御事、品川神社の神々、梶間神社の神々、荒谷山神社の神々、川口浅間神社の神々、お岩神社の神々、小金神社の神々、日の熊神宮の神々、熊野三山の神々、愛宕神社の神々、西宮神社の神々、箱崎宮の神々、宗像大社の神々、宮地竹神社の神々、温泉神社の神々、宇宙の統一神、神土の御事、羽安姫、加納神社の神々、白石神社の神々、大和たけるの御事、釧路厳島神社の狼、高津姫神社の狼、船橋二宮神社の狼、煙川神社の狼、七百余社神社の狼、神田明神の狼、深川不動尊の神々、下谷神社の神々、鳥越神社の神々、星尾神社の神々、星神社の神々、清流寺の神々、産砂の神、そして名もなきすべての神々、精霊、神羅万象、大宇宙にあまねく八百万の神、すべての仏、守護霊、指導霊、守護のご先祖様、皆々様に感謝いたします。ありがとうございます。これからもどうぞ皆をお守りください。どうぞ世界をお守りください。この世に平和をお授けください。子供たちに明るい未来をお与えください。あらゆる悪しきものを打ち払い、邪気を打ち払い、皆を守りたまえ。はい、お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。どなたかの守護霊なんですけれども、さっきからですね、聞こえてくる声がありまして、行き違いはあったかもしれないけれど許してる、許してほしいかな。やっぱりね、なんかこうお互いにですね、
行き違いがあったみたいなんですね。うん、まあこのことを伝えてほしいということなのでお伝えします。まあ心当たりのある方はね、どうぞ受け取ってください。これからね、物事がいい方向にね、いい方向に進むはずです。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。見えない力が守っています。みんながね、あなたのことを守っています。大丈夫。大丈夫です。それでは、次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。案内人、池田芳香でした。